さあいよいよ分数の足し算に入ります。今まで倍分、約分、通分を勉強してきましたね。それらを使って分数の計算に入ります。黒板を見てください。3分の1足す3分の1、ここにちょうどありますね。この水色の部分ですよ。足す5分の2を計算しなさい。5分の2はちょうどこの緑の部分です。これが5分の2、こちらが3分の1。さあこの2つの足し算です。算数のこの分数の場合に計算をするときですね、分母を同じにするとその分数の大きい小さいが比べられるいうことを勉強しましたね。それを通分というんだよということを言いましたね。これを通分したいんです。通分するというのはどういう意味かいうと、この3分の1と5分の1はそれぞれ分母が違いますから、2つを同じ分母にしなければなりません。その場合に3と5のこの最小公倍数はいくらかいうと15ですね。15だったら3の5倍だし、15だったら5の3倍だから、両方ともがその15の中に入りますね。それを最小公倍数と言います。その15を分母に持ってくるのを通分というんですね。そしたら15にしよう思ったら、例えばこれが3分の1ずつに分かれてます。これにこの縦にちょんちょんとこう数字を入れると、ほらちょうど15、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15となります。こちらも同じように5分の2を15分の2すると15に今度分けなくちゃなりませんね。これ5分の1、5分の2、5分の3、5分の4、そしてこれで全部5分の5になりますね。これ横にこう切りますと、ちょうど3分の1の分母のを切ると全体で縦が3つで横が5つの3、5、15に分けられます。そうすると小さいこの長方形ができますね。それが全部でいくつできるかということで、これを今からやってみますよ。まずこれから写しましょうか。3分の1の部分、はい、この3分の1を取りますよ。はい、こちらへ持ってきましょうか。さあこちらへ移しますよ。はい、この3分の1は全部こちらへ移りました。足し算したんですよ。これとこれと今足していくんです。足したらいくらになるかなというやつ。次5分の2の部分をこちらへ移します。さあ移しますよ。5分の2を取りましたね。はい、こちらへ移します。さあまだ1枚になりませんでした。でもここはもう皆さんも分かるようにここへ線を引きます。ほら全体がこちらが3つでこちらが5つに割れてますね。3、5、15にちょうど小さい長方形が分かれています。そのうちの15分の2、4、5、6、7、8、9、10、11ありますね。15分の11、答えは15分の11、こうなります。さあそして実際に計算の場合はどうしてやるか、それちょっと覚えておきましょうね。これは通分するときには同じ分母にしなければならない。この場合は通分すると3と5の最小公倍数15になります。そしたら3分の1側は15分のいくらか、前倍分やりましたね。3の5倍が15だから分子も5倍して15分の5とします。足す、それからこれは
5分の2を分母を15にしますと倍分です。3倍しましたから、こちらは3倍になって、ほら6、はい、はちょっと書きにくいからこちらに書きますわね。はい、15分の5と6足してほら11となった。このように算数の場合、分数の足し算の場合、通分するいうこと、同じ分母にして足し合います。もちろん分母と分母足したらダメですよ。分母は15のままで、分子だけを足しますね。これが分数の計算の足し算のやり方です。じゃあ一つ、もう一つ別の問題やってみましょうかね。どういう問題がいいかな。6分の1足す8分の7のやってみようかね。6分の1足す8分の7、こちらにちょっと書いてみましょうね。さあ同じ分母は通分したいんですが、8と6の最小公倍数はいくらかな。6の掛け算していったら6の倍数でもあるし、8の倍数でもある。いくらかな。6の2倍12、6318でもない、6424だったらなりますね。8の8324になるから、24が同じ分母、これを通分する分母になります。通分したら24と言いますね。4倍になってるから、これも4倍足す。そして24分の、これは倍分が3倍になりましたから、これも3倍しましょう。21。そうすると24分の25となりますね。今度は大きくなった。こういう大きくなったのどう言いますか。過分数と言いますね。24分の25。そしたらこれは1よりも大きい、頭でっかちになった。そしたら24分の24いうのが1ということでしょ。だからこう1を書いて、24分の24がちょうど1になったので、残りは24分の25から24分の24がなくなったので、ちょうどあと1だけ分子が残ってます。だから答えは24分の25ということは1か、よく今先生がずっと1か1か言ってますがね、1とという言い方もあります。1と24分の1、どちらの言い方でもよろしい。1と24分の1、このように答えがなるんですね。このように足し算をするときには必ず分母を同じ分母に揃えてからやる、通分してからやるということが大切です。